こんんにちは三兄弟二郎ですじゃ今日は、えー、この、まあ、これ、100均で買ったんですけども、まあ、ダイソーとかでこう、見たときに、えー、ね、これのなんか、パンフレットみたいなやつは、あの、あるんですけども、商品がなくて、 で、まあ、なんかシート状の曇り止めは売ってるんですけども、一回きりの、えー、ものが売ってたりで、えー、で、これを、あの、どうしても欲しくていろいろ探したんですけども、ようやく、一、えー、つだけ、えー、ある場所に売ってましたので、えー、まあ、これ、ダイソーに売ってます。ね、これなかなか、ね、今の時期売ってない商品だと、 思いますので当然、あの、私も、メガネをかけて普段生活してるんですけども、やはり、あの、マスクをかけた時に、ね、あの、非常に曇るということで、ね、このメガネですけども、このメガネ、ね、6000円か7000円ぐらいで買ったやつで、安いメガネなんですけども、まあ、ドア入ってますよ、 ということで、これを試していきたいと思います。まあ、今のこの状態ですとかでね、今息を吹きかけるとすぐ曇るんですけども、ぺんやってみますか。っていう、ね、こんな感じで曇ります。ということで、これをね、曇り止めのこのね、これを塗ってみますか。はい。まあ、これは、あの、使い方は非常に簡単なようで、 ね、この説明書通りに、えー、やっていきます。はいまあ、まず、えー、っとですね、メガネをきれいにしておくと。メガネをきれいにしておくと。はい、あ、これこんなになってるのかな。はいはい、ペンタイプですね、これね。はい。まあこれね、60回ぐらい使えるということで。えー、はい。まあこの、 まあ、はじめにこのメガネをきれいにしておくと。ね。ホコリとかがあると傷がつく原因となるということで。で、この、ええー、ね。ふ、るのかどうかわからないですけども。ええ。ね。これをメガネの両面に軽く塗ると。ね。強くこすると、ね。ダメだということで。まあ、軽くこうね。塗っていきますか。ああ。なるほど、なるほど。 見えますかねこれほら少しね,ねこれは塗り残しとかなる場合がある,あるかもからですねこのねどうやって塗った方がいいんかなこれね塗ったか塗ってないかわからないところが出てこないようにうねおお難しいなこれ。 もうちょっとこのペンタイプじゃなくてこのねえ筆みたいな感じだと塗りやすいかなと思うんですけどもああちょっとずれてたなね軽くよしじゃまず内側から塗っていきます結構時間がかかるのでこれね こんな感じでいいかんちょっと見えにくいな。濡れてるかどうか。ね、カメラ越しで見ると結構ねえかりますねこれね。うんこれ濡れてるんかなここ少し。ねえ。まあとりあえず。 この塗ったと、ね、30秒ぐらいで乾くらしいんですけどもえ、まあ、今は冬場なのでえなかなか乾きづらいかも分からないんですけど両面に塗るとね、うん、もうちょっとペン先が大きい方が 塗まあまあまあほ、まあ、んなんすね撮影しながらだとなかなか難しいんですけどよしまあ慣れてくるとこうねシャ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 と塗れるのでよし。 よし。なんとか、全部濡れたと思います。まあ、これで少し乾かします。まあ、30秒って書いてあったんですけど、まあね、2、3分待ちますか。ね。はい。もうね、なかなかちょっと乾かなかったので、5分ぐらい待ちました。ね。もう、なんか乾いたっぽいので。では、ね。メガネ拭きがないので、このね。 ティッシュでやっていいこうと思いますねやっぱね気になる方はもうちょっと柔らかいような布でやった方がいいかなと思うんですけども,も私の場合はもうねこのティッシュで十分ですこれね拭きますからね拭き取るときれいに拭き取りますからねあんまり力入れ,入れない方がいいですかねまあそこそここうね 全体的に拭くように。まあ、さっきのちょっとペン先、ね、このペン先なんですけども、これね、あの、硬さ的には、あの、蛍光ペンの、ね、えー、先っぽに似てるような感じです。はい。よし。でいいかな。ね。よし。綺麗になっとこうな。 まあまあこの、ちょっとこの一番端っことか、そこら辺りがちょっとあれですけど。よし。よし。今度 OK ですか。ねえ。はい。ねえ。はい。ではあの、ちょっとね、息を吹きかけてみますか。ねえ。 よし。よし。うわ。大丈夫そうですね。あんだけ息吹きかけたのに曇ってません。うん、まあ一度ちょっとマスクをつけてやってみますか。これちょっと油膜がやっぱついてますね。これちょっとはめてみますか。はめた感じ。あら。はめた感じなんか、ちょっとね。 ちょっとギラついてる感じがありますあらあー今これ息吹きかけたところが少しね油がこうねついてるような感じにな,なってますけど、えー、一応あのー、曇りはしないですけども水滴水分がやっぱりかかるので、えー、こんなんなりますねじゃあちょっとねもう一っかけてみますはい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  ええ。OK です。ね。じゃあ、あの、一度マスクをつけて、ちょっと試してみます。よし。マスクをつけて、今やってます。うあらあら曇ってます。マスクつけて、ええ、やったんですけど、ちょっと曇る、曇りますね。 あらこれ何やろ吹いたてかなこれえー、もういっぺん吹きますかこれねはい今あのマスクをつけて、えー、やっています、まあ、一度も,もう一度あの息を吹きかけてからあのえー ね、ちょっと水がついてる、水分がちょっとね、ついてる状態で、拭いたときに、えー、このコーティングが取れてしまったようなので、えー、もう一度あの塗り直しまして、今マスクをして、えー、ね、こう、やってるんですけど、まあなんか、ちょっとね、見えるかな。これね、こんな感じで、えー、やってますけど、えー、ね、今あのマスクをして、こう、 やってるんですけど、ね。ね。大丈夫です。ね。曇らないです。まあ、これでまたこのガラス面を多分ちょっと水拭きみたいなもので拭いてしまうと、このコーティングが取れてまた曇ってしまうような感じになると思うんですけども、なので、あの、ペンタイプのあのね、曇り止めなんですけども、60回使えるという、ね、こまめに 塗りましょうっていう、そういうタイプだと思います。えまあ、なんとか、ね。だから、これ、要するに、ね、毎日出かける前に塗るとか、そういった感じにしないといけないかなと思います。はい。では、また